スノーマン渡辺翔太向井浩二の考えに関心キュンとしちゃうモデルプレス2 0 2 4 0 5 0スノーマンの向井浩二と渡辺翔太が9日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組スノーマンのそのまんま文化放送毎週木曜21-0021-30に出演褒められた際の返し方について持論を展開した 渡辺翔太大きくなったねの返し方この日の放送ではリスナーからのメールをきっかけに大きくなったねと言われた時の一番言い返し方についてトークが展開そのリスナーは久しぶりに会った親戚などに言われた時にどう返すか悩んでしまうのだという向井は違う意味では言われるかもな昔仕事した人に有名になったねぐらいのテンションで大きくなったねって言われると自身の体験を告白 渡辺は事務所でジュニアの頃からお世話になっているスタッフがたくさんいると話し久しぶりに会った時には本当に嬉しいよよかったねなどと言われると明かした。その時の返しとして渡辺は俺ね意外と謙遜しないと打ち明け大きくなったね以外にも投ずるものがあると思うことがあって。